はい、どうも TT です。クリスマスじゃねえよ、年末ですね、大晦日ですね。はい、でどんなゲームあげようかなと思ったんですけど、まあね、ちょっと単発の喋りながらやりたいなということで、で何のゲームやろうかなって思った時に、やっぱ今年大谷くんの年だったんじゃないかなと。超上野球伝ウルトラサポーター、やっぱ俺もね、大谷くん応援団のサポーターとしてはね、このゲームでちょっとサポーターのこと勉強しとこうかなと思って、大晦日来年に向けてね勉強しとこうと思います。じゃあプレイボール。どういうゲームか全然わかんないんだよな。まあサポーターなんでしょう。はい。ナレーション2100XX 年。地球は野球熱に包まれた。応援の海が揺らめき、熱狂で地は裂け、野球以外のスポーツは絶滅した。もうサッカーやらバドミントンやらバスケやらテニスやら、そんなものはいらねえと、野球だけだと。来年はそういう年になるかもしれませんね。その熱に押され、どういうわけかあらゆる地球の揉め事は野球で解決するという国家総野球法が世界で採択された。あ、読まなきゃいけない系かな。一応なんか俺今年のね、ちょっと喋りながらやっていきたいなみたいな、お礼も言いながらやっていきたいなと思ってんだけど、今この世界では野球が全て、誰もが野球に夢中、野球人口は100億人を超え。いや、じゃあ、あーすか、でも2100年だったら100億人超えててもおかしくないのか。今70億人ぐらいか。で、2万を超える球団があった、世界中でだもんな。うん、野球人口100億人ってもうほぼ全員だもんな。毎日試合が行われ、っていうか絵綺麗じゃないねえ。フリーゲームなんだけどね、フリーゲームにしては絵めっちゃ綺麗。毎日試合が行われ、街中は大盛況、街は野球スタジアムで溢れかえり、熱狂に包まれる。ここのスタジアムでこっち側から見てんの見えないでしょ。もう選手ちっちゃいって、家でテレビで見た方が絶対いいって。こんなの、こんなとこで見るより、こういう世界の、例えば首位争いの試合はもう戦争だった。まあそうだろうな、国を挙げてくらいな。なんだい今日は、え、野球好き、なんだい今日は、さっきから妙にひりついた空気を感じるが、決闘者 A、 決闘者 A、 他球団ファンはどいてた方がいいぜ、今日この街は戦場と化すんだからよ。まあサポーターだから、なんか多くない多くない ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13人いるよ。もう野球じゃないよそれは、ベースボールではないよ、9人だから。この世界では全てが野球に根ざしたものになっている。スクールカーストは推し球団によって決まり、部活動はもちろん野球部のみ。高校生になって甲子園に出場すると将来が約束され、世界の学歴は野球の成績だ。しかし全ての人間が野球が得意とは限らないので、球団の応援サポートをすることでも恩恵に預かることができる。あー、別に運動神経だけじゃなくて頭の問題でも恩恵に預かることができるわけだ。え、めっちゃ絵綺麗じゃないグラフィック、すっごい人来てんな。もう東京オリンピックぐらいあるんじゃない、東京オリンピック知らんけど。ぐらいのなんかビジュアル感。推し球団が10連勝すると関係者が全員海外旅行に行ける。え、10連勝で、逆に10連敗すると関係者全員の食事がストップする。飯食わしてくれないの、もうそれさ、10連敗した後に飯食えなくなったらそっから復活すること無理じゃない。この子かわいいな。球団を応援し推し球団が勝利することは生きること、人生だった。もちろん勝てない弱小球団も存在する。ああそうだな、まあ、勝つところがあれば負けるところもあるわな。今回の話はこの世界でとんでもなく弱い球団をたった一人応援する青年の話。これは現実世界をバックスクリーンへ葬り去ったフィクションです。頭ネジを緩めてお楽しみください。いや、久しぶりにこういうゲームやるとやっぱ面白いね。現実世界をバックスクリーンへ葬り去ったっていう日本語、俺人生で初めて言ったかもしれん。意味がわからんもん。いや、フィクションはわかるよ、これノンフィクションなわけないから。またノリと勢いが大事なゲームですので、セーブロードがございません。一気に駆け抜けお楽しみくださいませ。なるほどね、
まあ途中途中ちょっと今年のね反省も生かして喋ってきて、いや一旦喋っていい、大谷くんのすごさ、まあ別に俺大谷くんのなんでもないから、別に大谷くんのことを語ったところでみんなと同じぐらいの浅い知識しかないし、でもすごかったよね。いやあの人すごかったよね。まあボクシングとかももちろんすごいのあったし、いろいろあったんだけど、やっぱ今年の最優秀選手俺か大谷くんかっていうところにはなってくるんじゃないかなと思うんだよな。俺もね本当にね皆さんのおかげで登録者が今年の初め、どうした急にボイス入った。今年の初めね100人ぐらいからスタートして、まあ今270人ぐらいまでなんとかね増えて登録してくださってありがとうございます。本当にこんなゲーム実況、まあゲーム自体は面白いんだよ、ゲーム自体は面白いんだけど実況の方がねこの画面とマッチしてんの今の俺のこのセリフが俺がこの野球上昇チームに入るんだったら俺今ここら辺だからね。収益化別にできてるわけじゃない、270人っていうねしかも2年ぐらいやってんのにそんだけしか増えないっていう、編集とかもっと頑張れよって話なんだけどね。アウト、ゲームセット。ボイス入ってるよ。全然見に来てくれないな。でもこっち側の外野席は見てくれないけど内野席はそこそこ埋まってんじゃない。スコアボードには99対0、今日は初回の33失点が致命的だった。いや逆に考えて、初回に33失点取られてるけど2回から9回の2、3、4、5、6、7、8、7回、ん2回3回4回5回6回7回8回9回 8回分で66点しか取られてないんだから、1試合あの1回に6点ずつぐらいしか取られてないんだから、ん合ってる ?7 点ぐらいか。これでロブスターズ、ロブスターズって言うんだ、前人未到の開幕120連敗、絶対飯食えてないじゃん、ご飯絶対食えてないじゃん。絶望的なスコアに応援団長の好きすぎよは一人立ち尽くしていた。応援団長なんだ、どれこれか、応援団長かっこいい、ユニフォーム着てんだ。この球団応援してるのは彼以外いない。いやそうなの、ここ見に来てる人は相手チーム、120連敗もするチームを応援するなど完全なので当然だった。120連敗か、腹減ったな。もう何日も何も食べてないが杉は応援し続けた。ロブスターズが脚光を浴びることが夢だった。うんうんうん、なるほどね。生まれ育ったこの町の活気を取り戻し、球団の誇りを取り戻したかった。そうだな、球団の誇り取り戻したいよな。でもなんでお前はこの100、いやまあでもな、負けてるチームを応援したくなるみたいなのもあったりするよね。強いチームを応援するのはやっぱいいけど、弱いチームに頑張ってもらう、まあ、特に地元のチーム、これ地元なのかな、応援なのかな。推し球団が勝つことはちゃんと意味がある。というより何をするにしても野球で勝つしかないのだ。だから野球でこのチームが強くなれば町もすごい良くなるってこと。さすがに山はどうしようもないと思うけどな。背景の数人たちも敵チームを応援しているサポーターだったんだ。まあそうだろうな、断じて AI の手抜きではない。あそう、なんか AI を使ったなんかゲームを作ってるっすから、多分 AI がこのイラストを描いてんのか。ああなるほどね。まあでもいい、手抜きとは思わないよ、サポーターとは思ったよ。ただちょっと年齢層高めだなと思ったけど。杉尾の好き家は先祖代々ロブスターズのオーナーで、この球団は町そのものだった。あオーナーの子孫なんだ、だから応援してんだ。ロブスターズは生まれてからずっと一家と共にあった。選手は自分にとっての友で大切な仲間だった。はあはあはあ、じゃあもう一体出入りしてるわけだ。そんなロブスターズも10年前までは一時代を築くほどの栄華を極めた古豪球団だ。ほう、強かったんだ昔は。強い時代は街中が沸き立ち、中心となっていた月家は名家中の名家で世間に轟くような名声を得ていた。この世界でロブスターズを知らない人はいないくらいには。あだって200、えめちゃめちゃチームあったんだよね、なんぼ2万だっけの中で知らない人がいないくらいってめちゃめちゃ強いんじゃない。1、2、3、4、5、6、7、今度足りねえな。1、1、2、3、4、
56足りねえな今度ん。それなのにどうして勝てなくなったのか。時代の変化についていけなくなった。この世界の野球の進化は凄まじく速い。ストライクゾーンが1ミリ変わるだけで引退者が続出したり、はあ、新技術が導入されると革命になる。ちょっと1ミリ変わるだけで引退者が続出したりすんのはもうちょっと努力できるんじゃん。1ミリぐらい、いやどうなんだろうね。プロの世界1ミリずれたらな、それはまあやっぱ飛び方も変わってくるのか。でも毎回同じように、まあだ、毎回同じように振れるのか。プロになるとゴルフとかって毎回同じように振ってるから同じようなとこ飛ぶんだろうもんな。伝統ある球団だ。変化についていくことがなかなかできなかった。ああ古き良きを良くなかったけど、イノベーションを起こせなかったわけね。難しい横文字使ってみてよ。そうして勝てなくなったことで町経済が回らず住民も減る。負のスパイラルに陥った。すっげえしょぼくれてるもん。ロブスターズの選手もたった一人で応援する杉尾の思いに何とか応えたかった。伝統球団のプライドもあった。みんな地元の子たちってことだもんな多分これ。まずなんかユニフォームが若干古いんだよな。まあ色の兼ね合いもあるけど、しかし彼らは勝つしかない。だが120連敗で選手たちは何も食事にありつけてない。そうだよな、飯食えないんだもんな10連敗で長いこと飯食ってないよ。昔のテレビ番組のように野球で勝てないと食事すら出てこない厳しい世界だ。昔のテレビ番組のように、昔のテレビ番組野球で勝てないと食事出てこないの。ちょっと知らないなその番組を。炊飯器？最初に10連敗を喫した時は米配給、あ、配給制なんだ。 XX の米騒動だとちょっとしたネタ混じりのニュースになるくらいだったが、20連敗するとなんと固形物が出てこなくなった段階あるんだ。あ、100連敗もしていると飲料水すら飲めなくなった。いやもう生きてけんてもう勝負に勝つ負けるじゃねえもん、生きてけんて。次は月家の資産を切り崩して食料調達するなど献身的なサポートに努めた。しかしその好き家の資産も底をついた。何すごい古民家みたいな感じなのにセールってアルファベットだったらすごい違和感感じるね。ホーセール、あ、建物売ってんだ。ついに栄華を極めた頃に建てた屋敷を売った。それでもロブスターズは今年一回も勝てなかった。もう売ってんだ、いい家だな。さすが栄華を極めただけあるな。この悲惨さが伝わる話がもう一つあった。これは今年脱走した選手が残した手記だ。あ、これ読むだけのゲームかな、なんかやるとかじゃないのかな。ある新世界の神の日記、なんか中二病か。渋い丸、俺は渋い丸、略して渋たく、略して渋たくってデスノートの一巻でバイク事故でやられるやつじゃない。初めてやられる、キラに初めてやられるやつじゃない。今年もシーズンが開幕したぜ。打ちまくって新車を買うぞ。ついに20連敗早いなここまで。試合が終わったのと終わったのに腹が減った。食事が出てこないのは辛いよな。連敗脱出しねえと本当にまずい。50連敗杉尾が俺たちにカップラーメンを用意してくれた。ロブスターズ往年の名選手の写真が印刷されたカップ麺、涙が出てきた。杉尾すまない。70連敗ひらがなだったの。喉が渇いた、腹が減るよりつらい。90杉尾刺しとてもうまかです。杉尾優しい、とてもうまかったですか。近本馬なんだこれ、読めない。日記はここで途切れてる。死んだのか渋たく命の危険を感じ選手から脱走者が出る状況だったが、残ってる選手もいる。彼らは杉尾や町のために残っていた。でもトレードみたいのもあるでしょさすがに。強い選手引っ張ってきたりとかもうちょっと早い段階できなかったのかな。決して野球が上手とは言えない。でもみんないいやつだった。そんなわけでさすがにいくつか勝ってくれるだろうと信じていたが、120連敗の事実は重かった。敵チームファンの女の子、ママ何あれ、一人で変な旗持ってる人がいるよ。見ちゃダメよ、120連敗もしたチームのサポーターなんて
このようなものとは思えないわ。この社会は野球が弱いことに厳しい。21世紀は資本主義だったが、今は野球主義なのだ。本当に読むだけか。すごい世界だね、でも。おお、どうした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 、なんでそっち行った。スタジアムを後にし、やっとの思いで家に着いた。売ってしまったので家と言えるほどのものはなかったが、一人で雨風をしのぐには十分だったえ、でもこのスタジアムでこの街並みだったら結構人は住んでそうだけどな。ねえ、ちょっと、まあ、汚くはあるけど、で見て、ゴミ箱めっちゃあるから、ゴミのどこでもちゃんとゴミは散らかなんでこんなにあるのにゴミ捨てるんだろうな。明日負けたら121連敗、次は一体、いや何を言ってるんだ俺は、明日は勝つ、きっと勝つんだ。力ない声が街中響き渡るのが余計虚しいものだった。虚しいのだった。杉尾頑張ってくれ。どうなんだこれ、勝ってくっていうストーリーなのかな。夜自宅で一人、枕として使っていた藁を濡らしていた杉尾は夢を見ていた。枕まで売ったの、どういうこと、枕売った。ん、今日は33対4で負けていた。あ、でも4点取ってんだ。攻撃力あるのか、人数数えるか。1、いやちょっと分からん、どっちがどのチームか分からん。なんか赤いチームここに3人いるんだけど、どういうこと。今この緑チームっぽいのが守備っぽいんだけど、赤いチームここに3人並んでるけど野球のルール変わった、俺の知らないところで野球ルール変わってる。こっちなにバックネットすごい人気入っててもいいんだけど、今度こっち側全然いねえな。応援団は引き続き自分一人で、誰もロブスターズを応援していない。4点取ったのは100試合ぶりだからこれでいい。そうなんだ。杉尾の言い訳は虚しいが、4点取ったので栗くらいは食べれそうだ。あ、点数取ると栗とか食べ物は出るのと少し嬉しく思っているんだった。絶望感が襲う試合の中、空を見上げると雲から差す光とともに何かが降りてきた。ん？神様的なやつ野球の神様降りてきた。神なんです。おいお主、わしは球神の神なんですじゃ。球神？球神はスタジアムにいるじゃないか。球神じゃないわい、球神じゃゴッド。怪しい、こんな露骨な格好して名乗る神はいるだろうか。いや、いない。まあでもどうだろうな、野球に、まあ、格好関係あるな。スライディングしたりとかしたら痛いもんな。神様が神なんですってギャグみたいなこと言いますか。これは本名じゃ、仕方ないじゃろ。なんじゃ素直ないい子だと聞いていたのに、一言多いやつじゃ。120連敗ってきっとそれくらい心を蝕むんじゃ。まあまともに飯食えてないしの。でその神様が何でしょう、野球の役に立つんですか、それとも僕ついに死にました。よかったの、ここは夢の中じゃ。ずっとおのしを見とったが、さすがにかわいそうでの。そこで明日から役立つ最強サポーターを召喚しといたぞい。本当？選手じゃなくてサポーターを？ロブスターズは勝てるのか？タメ口か？神様にタメ口か？杉尾。本当は直接助けてやりたいのじゃが、そこは悪いの。助けてやれぬ。神様、それはなぜ？わしらには救えぬものじゃ。まあ、楽しみにしておれ。じゃあの。カラスと共に帰ってったぞ。え？神様が何かくれんのか？朝になった。え、街並みすげえ綺麗になったぞ。ゴミとか全然なくなったじゃん。引っ越した？疲れたからか、黒塗りの高級車にロブスターズのバスが追突する音で目が覚めた。なんて嫌な朝なんだ。しかし、変な夢だった。なんだよ、神なんですって。杉尾はどれだけ資産を切り崩しても、決して売れなかった球団旗を持って、ロブスターズの応援へ今日も行く。もう一人サポーターがいるんだもんな。うわ、ロブスター神社？本当は、合ってた。試合前、ロブスター神社にお参りしてから向かう。メニューって何やん、ちなみに。あー、なるほどね。
メッセージ関係か。まあでもここはな、これ何、竜みたいな、狛犬じゃねえんだな。灯籠多くね。こっち2個。今日負けて121連敗だけは嫌だ。121連敗は。あれ昨日で121連敗じゃないんだっけ。もう信仰心が揺らぐレベルで負けている。この際勝てれば神でも悪魔でも何でもよかった。このままいくと自分たちはこれからどうなってしまうのだろう。魂にでも取られんだろうか。人間うまくいかないときはとことんネガティブになるものだった。ネガティブ？お、強い強豪の絶対野球が見えない席がある。次はようやくスタジアムに到着。今日は敵地でナイトゲームだ。絶対勝てないじゃんこんなの。この連勝でしょ、してる連勝してるチームでしょ。飯ご飯食べ、飯ちゃん食べてるでしょ。今日も一人だと思っていつもの席へ向かうと、とてつもなく怪しい人たちが球場の真ん中に陣取っていた。怪しい人たち。怪しい。裸？裸？どこからか差した光に照らされ、シルエットだけが見える。オーラと威圧感のある佇まいだった。この球場に立ってるこいつら。今日は試合前のイベントとかなかったはずだけど、杉尾も不思議に思う。するとシルエットの一人が杉尾に気づき、こっちに向かって話しかけてきた。スキー杉尾だな。助けに来たぞ。あ、あなたたちは？おわ、かっこいい。私はシロー、野球シロー。お前が？いや誰がよ。ドイツが。胸に9つの傷を持つ野球神剣の継承者だ。おわ、7つじゃなくて9つの傷、結構やられてますね。意味深。そして私たちは新ウルトラサポーター RX 回2に錦だ。言いづらい。そしてめっちゃ覚えにくい。覚えにくいな。我々は神の依頼できたロブスターズに勝利をもたらすために。いや、お前ら試合出た方がいいんじゃないか。120連敗してるやつらよりはうまいんじゃない。だってお前らも野球やってたんでしょ。この世界野球しかないんだから。はあ、よろしくお願いします。どうした？その様子は何か聞きたいことがあるのか？聞きたいことだらけである。じゃあなんでそんな覚えにくいグループ名なんですか？そこか。まずそこ？次をまずそこか聞くところは。なんで革ジャンパツパツなんですかじゃない？これどういう革ジャンの作りなんですか？本革じゃないですね、こんなに伸びてって言ってやれ。まあ、本革でも伸びるけど、ここまでは伸びないだろうな。音楽性や方向性の違いで解散と再結成を繰り返してるから。音楽性？歌ってんのかな。理由が妙に名の回しい。それに音楽性って何？どう見ても野球を応援しに来た人たちには見えない。まだ変な夢の中なのかもしれない。もういいや、今日こそ勝つんだ。応援してくれるなら一人で応援してる。心強かった。次は細かいことはスルーすることにした。こんなに怪しい雰囲気の連中だが、杉尾以外に不思議がってる人は一人もなかった。まるで自分以外には見えていないように。見えてないの？こんな奴らがこんなにいっぱいいるのに。何人いるの？ちなみに一人じゃなかったんだ。試合開始の30分前、ロブスターズのスタメンが発表された。1番ライトイチロー、2番ショートイワシ、3番サード三振。イワシだってたか、さっきの読み方。4番レフトスペランカー、5番ファーストメンチ、6番セカンドコイヨー、7番キャッチャーヤムチャ。ちょっと待って、ちょっと待って。え、こいつら何、本名じゃないの？ニックネームで野球やっていいの？はじめ、いや本名っぽいの来た急に。8番センター柿崎。え、俺のツッコミ分かってた？急に本名来るじゃん。9番ピッチャーのび。朝の交通事故で後輩をかばい、全ての責任を負った三浦はベンチにいない。ああ、後輩をかばって三浦が僕がぶつけましたっつったんだ。僕の責任ですって言ったんだ。ベストメンバーにないにせよ、なぜ弱そうな名前の選手が揃ってしまったのか。そう？そんなこともないけどな。まあ、三振とか。どうした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  ET の生まれ変わりみたいなの出てきたぞ。ロブスターズの勝てない監督も120連敗で元の面影がないほど痩せこけていた。
あーそういうことね、痩せてんだ。帽子の上から汗かくタイプね。東海岸の重戦車の異名を持った現役の時はあんなにふくよかな戦車だったのに。いやお前ベーブルースか。もうホームラン打つか走れないでしょこれは。ちょこ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 って走るんかな。足短い。いやイケメン。絶対絶対もうエース。今日の対戦相手モグラーズはリーグ首位の球団で、エースやっぱエースだな。エースのデスマンで、デスマンが登板だった。やっぱニックネームで野球やってるよね。帽子かぶれ帽子を。今日はデスマンから点を取れるのか。とりあえず1点取ってまず飲料水くらいは飲みたい。1点で飲料水か。4点で栗もらえるのか。サポーターたちはいつの間にか杉尾と同じスタンドに上がってきていた。スタメン発表を聞きながらフードをかぶりフフフと不敵な笑い声をしてる。なんだこいつら。いや宗教団体だって出禁になるぞこんなの。こんなフードかぶってもう K1 大晦日のなんか格闘技の選手入場の時に出てくるやつらでしょあんなの。試合が始まった。はじめい球審の矢神。なんだか今日は癖の強い主審だ。今日のロブスターズの先発は伸び、昼寝によるコンディション調整が特技で今日もバッチリ昼寝を決めてきたらしい。あれあれはいつもと様子が違う。誰伸びが伸び伸び伸び似てる。伸び知ってる俺。あのアイテム出してくれる猫型ロボットと一緒にいるやつ。ただ筋肉はすごいね。あれは僕の知ってる伸びではない。細身の少年みたいなやつなのに今日はマッチョで青筋を立て、そして白目を向いていた。白目っていうかなんか青いぞ。眼鏡の内側青いぞ。ふっ気づいたな。あれは伸びだが伸びではない。早速仕掛けさせてもらった。バレないんだ。でもお前出た方がいいって。白洗脳のパンドラ説明してやれ。洗脳のパンドラ。あ出た洗脳のパンドラ。グローブこれどうなってる。え、それどういうグローブ。おもろそのグローブの形。で左手手袋履いたらこれ滑るから気をつけて。ヒヒヒ。彼は今自分のことを超一流メジャーリーガーだと洗脳されているってケース。いいじゃん別に。怖っ。あの一つ聞いていいですか。どうした杉尾。洗脳のパンドラなぜそんな変なグローブを身につけて。いやそうだよな。そこそここれねすごいよ。ああこれは今の生成 AI の限界だ。いや逆に限界超えてない。グローブさ普通のグローブ作りそうだけどな。しかもサウスポーなんだな。そんな理由。取ってから投げるとき大変だろうなこれ。話をしているうちにノビが動き出した。振りかぶってボールを投げる。さあ頑張れノビ。高速球投げろ。ズドドドドドドドストライク。野球ボールを投げてる音じゃない。球審の野外も淡々とストライクコールを取る。その球速は260キロ記録。敵チームのスタンドもこの表示にはざわめいた。大谷くんなんてそんもうちょっと頑張れ大谷くん。160キロで満足しちゃダメだわ。やっぱ260キロぐらいは2100年にはもうアベレージになってるっぽいから。まあでもねざわめいてはいるからこんぐらいがトップクラスなのかな。頑張ってね大谷くん。もしこの動画を見てたらね大谷くんいいねしてくれればいいなと思います。260キロ。あれは本当に伸びか。別人呼んできたんじゃないの。別人だろお前。さらっと失礼なこと言うな。伸びを信じていないのか。信じてるわけねえだろ。シロが少し困った顔をしている。ツッコミどころが多すぎて忙しい杉尾だったがこの際今日勝てれば何でもいいかと思った。上というのは恐ろしい。そうだな勝てればいいよな。伸び頑張れよ。洗脳伸びは今年初の三者凡退で締めた。今年初かいいんじゃない。どう1回裏ロブスターズの攻撃が始まる。相手チームの温情で今日は敵地だがホーム扱いされていた。え相手チームの温情で今日は敵地だがホーム扱いされていた。意味が分かんないんだけど。そんなことある。温情でどうこうじゃなくない。ホーム扱いって
そういえば洗脳のパンドラ、攻撃時には何もしないのか。ひぃ、わてらサポートの力は一人につき1イニング1回までゲス。一人につき1イニング1回まで。そんなルールが。そこはしっかり守るんだな。ってことは次のやつ出てくるんじゃない。そうだ、サポートタイミングはこの野球指導お前がに任せてもらおう。あんたそういう役割だったのか。指揮官的な感じなんだな。よし、ここは爆弾魔の地雷や。地雷や。いや、デストロイ、あ、スペランカーがいたの。選手にいたかなと思ったら、デストロイ、デストロイ、爆弾魔の地雷や。こいつは一体何をするんだ。何するの。1番イチローが打席に立つ。相変わらず野球選手のモノマネがうまい。だがあまりにも細かすぎてみんなに伝わらない。いや、そういう番組あるけど、細かすぎて伝わらないモノマネみたいな番組あんま見たことないけど。敵チームのピッチャーデスマンが投球する。これか。1番、あ、バント、バントの音。高度なモノマネから野球選手に思えないな。ヘロヘロスイングでバットにボールを当てる。当たったんだ。このスイングでフライボールが打てるのは謎の技術だ。フラフラの打球をモグラーズのセンターが難なくキャッチした瞬間だった。センター前でも飛んでんだな。飛距離は結構出てんじゃん。ちゃんと球も当たってるしね。デストロイ、やったか、爆弾やったか。いいぞデストロイ、デストロイじゃない、ジライヤー。いい攻撃だ。キャッチしたボールが光り、スタジアムは大爆風に包まれた。たまたまそういう時もあるよな。野球見たらたまにあるもんね、こういうことね。うん、たまにこういうなんか爆発したりとかってあるあるある。たまたまね、風の影響かな。ジライヤー、よくやった。ボールが爆発した。球場が唖然としている中、イチローが一塁を駆け抜けた。セーフ。そりゃセーフでしょ。そんなことあるんだから。よく、いや、そんな場合じゃねえ。センター無事か。試合続行。続行するのか。ボールとセンターどこ行った。次よ、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。まあランナー出たし有利ならもう何でもいいか。杉尾もだんだんと乗りに慣れてきた。その調子だ。でもこのペースでいったら結構な人数いないと9回終わらなくない。よし、ランナーが出たな。吹き矢の落とせ、スタンバイだ。お、吹き矢じゃねえ。すっごい構えてる。スコープ、吹き矢の落とせ。吹き矢の音じゃなかったぞ。面白い、このゲーム読んでるだけだけど面白。さっきの爆風で目にゴミが。帽子かぶらんからよ。デスマン投げたボールは2番、イワシだよね。イワシの体めがけ飛んでいく。5周。え、お前そんな体してたの。キャシャすぎるイワシがデッドボールを受けて動けなくなった。これ本当にイワシか。ちょっと待って、イワシってちょっと調べるわ。イワシ、合ってる、イワシだね。デッドボールを受けて動けなくなってしまった。これ死なない、大丈夫。てかよくこんなやつ集めたな逆に。イワシ、スポーツとかはだけど野球しかないかもしれないけど、びっくり人間みたいな、なんかサーカスみたいなやったら儲かるんじゃない。逆にそれは別にスポーツじゃないからいいんじゃないの。杉尾が音を耳にした次の瞬間、バッターボックスのイワシに吹き矢が刺さる。やっぱり吹き矢の音じゃねえ、重火器じゃねえか。まあもうそこは流すよ。てか味方に何するんだよ、落とせ。杉尾が思わず突っ込んだ次の瞬間、デッドボールを受ける前より元気になっていたイワシの姿がバッターボックスにあった。別にイワシ変わったっていいだろ。次にやつでも別に問題ないだろ、あんなやつ。見ろ杉尾、吹き矢で明日動けなくなる代わりに12時間元気になる飛行を落とせはついたのだ。なんだって。明日動けなくなる代わりにというのはとても気になったが、ひとまず無事でよかった。明日試合なかったらいいよな。今日のためにな、人生かけてくれれば飯食いたいしな。デッドボールだったのに元気になってしまったイワシを見て怯えたのか、
この超展開のせいなのか、デスマンがおかしい。3番、三振にファーボールを与えてしまった。三振にファーボールを与えてしまったの、ややこしいな。三振にとって人生初ファーボールで、人生初四球で本人戻れていた。もうそこファーボールって書いてよ。満塁でスペランカーだ。展開はどうあれ大チャンスに杉尾は勢いづく。4番スペランカーは守備中にジャンプしてよく死んでしまうが打撃には期待できたこれ分かる人いるかな。昔ファミコンゲームでスペランカーっていうゲームあったんですよ。でジャンプして高いところから落ちると死ぬんですよそのゲームを言ってますね。めちゃめちゃ難しいゲーム。俺もやったことあるけどクリアしたことはない。てかこのゲームクリアできる人なかなかいないと思うけどね。打撃には期待できた。こいつら初期か、こんなのはベースボールじゃねえ。本当にね、完全に正論だったが、狂わされたデスマンはど真ん中に出頭してしまった。あ、待って、打ちそうじゃんスペランカー。行った行った。スペランカーが芯で捉えた打球は大きなフライになって外野に飛んでいく。あーちょっと届かないか。今だ、風魔人のビビアン。風魔人のビビアン、ビビアン来い。はーい、扇風機コンセント刺さってません。雲に乗ってなぜか大きい扇風機を持った可愛い女の子が上空に現れた。女子高生だけどねまあ女子高生も野球か、野球の世界だもんな。ビビアンは扇風機の風力メモリを強に、風に乗ってフライボールがすごい勢いでスタンドに突き刺さった。ホームランだ。まあ満塁ホームランだ。杉尾の嬉しそうな声とのぶといサポーターの声が響き渡る。サポーター、こいつらと、こいつら、さっきのやつらと、こいつらじゃない。デスマンの言う通り僕たちの知ってる野球ではなかったが、そんなのは満塁ホームランに比べると些細なことだった。それにこれで何か食べられるかもしれない。ご飯の方が大事だった。そうだな。続く打者は次々に倒れたが、あ、やっぱ全員にはやっていけないんだな。ロブスターズが4点リードした。今年初めてのリードだった。ただ2回以降守れるかどうかだよな。だから先行が、1回表が弱いっていうか1回が弱かったから、あ、伸び戻っちゃう。リードを保てるか心配だったが、青筋を立って白目を向いた今日の伸びは一味も二味も違った。あれ1回だけじゃないの。伸びが剛速球でガンガン打者をねじ伏せる。あれ1回だけっていう話だったと思うんだけど、違った。1球デッドボールがあったが、打者が救急車運ばれる程度ではもう驚かない。試合が進行していく。そうだな、爆弾に巻き込まれたセンターの方がひょっとしたら重傷かもしれないからな。でもそれは当たる方が悪いからね、爆弾というものはね。基本的に野球場での爆弾は当たる方が悪いからね。基本的にはやっぱ設置する人は悪いけどね。1、2、3、ここの2人何、ここの2人がよくわからん。1、2、3、4、5、6、7、なんか、え、ここにもなんかいるな。こっち両サイドになんかあるな。でこれランナーなんか多いな。こいつバット飛んできてるし。いよいよ9回ラストイニング、4対0でリードしていたロブスターズだったが、最後に試練が訪れる。スペランカが守備中にジャンプして、スペランカー2機ない、2機、もう1機ない。え、あ、1回1イニング、え、何回か使えるってこと ?1 回ずつに使えるってこと。死んでしまったスペランカは落とせの吹き矢で蘇生し、打ったランナーは地雷矢で消し飛ばしたが、2人はこのイニングで使えなくなってしまった。これでも落とすと地雷矢は使えない。杉尾もすっかり頂上野球に慣れてきたようだ。何より試合でリードしていることが嬉しかった。お、可愛い男の子できたよ。伸びの洗脳も徐々に解けかかり、あ、伸び洗脳解けたらこうなるの、子供になるの。いつもの伸びに戻りつつあった。これはまずい。大丈夫でしょう、心配そうに杉尾が言う。シロ、洗脳のパンドルでもう一回伸びを洗脳できないのか。これ以上は伸びが危険だ。
それにパンドラ自身の洗脳も解けかかっている。パンドラ自身の洗脳？パンドラ自身も洗脳されてたのか。誰に？ヒヒヒヒ、ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。私にはこのやり方が。ヒヒ、ショットガンシャッフルなんかあるんだろうな。これちょっとわかんねえわ。ショットガンシャッフルはカードを痛める。普通に点切るやつかな。ということで、洗脳のパンドラはこの試合ではもう使えなかった。どうする？シロ、状況分析をしよう。風魔人のビビアンは？彼女は推しのライブ視聴で今手が離せない。役に立たない。風のようにマイペース。っていうか、神様から来た応援団なら頑張ってくれよ。そこ録画できない？ということでノーアウト満塁。打たれてる方だよな。ノビ頑張れ、ノビ頑張れ。3球ノビ、背番号3球。ヘロヘロになったノビが投じた1球が芯で捉えられる。モグラーズ打者の会話が響き渡る。いい当たりだ。あー、やられた。終わった。まあでも同点だから。杉尾が目をつぶった瞬間、なぜか白が服を脱ぎ捨てこう叫ぶ。9つの傷どれ？これ 1,2,3,4,5,6,7,8。 これのこと言ってんのかな。仕方ない、最終兵器だ。行け、錬金術師のバム。錬金術師のバム、ここに来て新サポーターが。すごい。錬金術師と片腕機械、あれですね、鋼でできてるのかな、これ鋼かな。錬金土のバブンが登場すると、スタンドフェンスからシールドのような金属の盾が生成された。弟いない？弟機械人間じゃない？いや、ボールでかいって。そっか、これ観客席なのか。ボールがでかいんだ。いいじゃん、吸収されて。風はそのまま打球を跳ね返し打者に直撃する。この大きさで、それはもう救急車じゃない？アウトー。これでワンアウト。ワンアウト、やったぜ。ワンアウト。もうこの展開に突っ込む杉尾ではなかった。最悪のピンチを潜り抜けた。ありがとう錬金術師のバムと思ったら、なぜか本人はスタンドでうずくまっている。どうした？投下交換だ、持っていかれだ。あのデカさの投下交換、何持ってかれた？右腕じゃないの？サポートの代償だろうか。なんだかかわいそうだが、もう試合では使えないし、いいか。杉尾はスルーした。頂上野球に慣れたせいか、妙にドライだった。さあ、ここでロブスターズの勝てない監督からタイムがかかる。ノビの元に何が集まる。さあ、打ち合わせして。なんとか切り抜けたが、まだワンアウト。大丈夫かな。まだ満塁だ。まだ満塁、あーすか。満塁の状態で打ってランナーに当たってアウトだから、ランナーがアウトになったもんな。すごい、あ、キャッチャー扱いになってんのかな。心配するな杉尾。切り札というのは最後に取っていくものだ。まだサポーターがいるのか。投下交換で何かを代償にホームランを跳ね返した最終兵器、錬金術師のバム。その上に切り札がいるというのか。魔法のドクター98甲子園出番だ。ゲームかな、ゲームであるな。98甲子園っていうゲーム。98甲子園、98甲子園は投球フォームのエディットも可能で、それにより現実ではありえない投球もできるぞ。そうなんだ。いや、やったことあるかどうかも全然覚えてないけど。何のアナウンス、なんか見たことあるな。そう言ってマウンドに向かった98甲子園はめちゃくちゃ怪しい。医者のように見えるが、野球の医者な、なんとなく怖い。いや、98甲子園、こん、いや、なんかこんなんじゃなかったと思うな。これはこれでまた別の何かオマージュなのかな。98甲子園エディットモードと叫び、ノビの前で不思議な踊りを踊る。するとノビが変わる。
どっからともなく声が聞こえた。これが俺の全力投球だ。燃えてる燃えてる、音は燃えてる。え？ノビどこ行った？ノビ？首が後ろを向いたまま体をひねってる？後ろ向いたとかじゃないじゃん。もう手も足もおかしいじゃん。おう、あれは伝説のジョージ・キメル・ケツメル。ジョージ・ケツメル。なんだそれは。そういう時はネットで調べてみるのも大事だぞ。ジョージ・ケツメル。調べてみていい？ジョージ・ケツメル。ジョージ・ケツメルとは、ん？ KOTY2008 の大賞を獲得したメジャー、ウィー、パーフェクトクローザーのゲーム審判の仮称である。ん？あー、はい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 。あの、野球のさ、アニメっていうか漫画とかでメジャーってあるでしょ？あれの野球ゲームのやつだ。それの、それのジョージ詰めるってやつがいるのかな。ちょっとわからないけど、メジャーがどうたらこうたら関係あるんだろうな。人間の動きとは思えない恐怖のホームに怯えたモグラーズのバッターが一人が打ち損じる。当然である。うん。そう、打てないわなこんなの。当然だわな。123のゲッツーが決まった。123のゲッツー、123のゲッツー、ピッチャーからか、ピッチャーからか。ああなるほどね。123ね、ピッチャーが取って、ピッチャーが取ってキャッチャーホームでアウトになってファーストでアウトね。杉尾が唖然する中スコアボードを見る。そこにはずっと願っていた景色が広がっていた。ロブスターズ4モグラーズ0か、勝った、ロブスターズが勝った。杉尾が大きく叫び、目からは熱い汗が流れていた。サポーターズも穏やかに拍手を送り祝福する。なんでお前ら横向きなのよ。どうした、なんで縦に入ってこない、倒れてんのか。洗脳が解き変わったパンドラとうずくまる錬金土のバム以外は。ロブスターズも優勝したような喜びに包まれたが、もうはしゃぐ元気はなく疲れていた。何でもありなんだな勝てば。ようやく勝てた安堵とあの頂上野球の影響は大きかった。うわ、え、選手こんなにいたの。すっごい同じピザ、同じピザをすごいいっぱい買ってる。一番安いのかな、2枚で半額みたいな感じなのかな。その夜勝利の記念にチームに送られたのはピザとコーラだった。あ、ノビ、ピザとコーラってこんなに美味しかったのか。次は左手でスコアボードをつけながら右手でポテチを食べる。え、ピザとコーラってこんなに美味しかったのかって言いながらポテチ食べるんだ。今日のスコアはどうつけていいかわからないが、サポーターも俺に誘うつもりだったが、試合が終わると彼らはどこへともなくスッと消えてしまった。不思議な試合だった。本当に神様がくれた幸運だったのだろうか。ここまでやってきてよかった。多幸感でロブスターズがつまれんだった。世界一美味しいピザだった。え、でも次の試合からまた負けるんじゃないこれ。大丈夫なの。満腹になった次の日、試合は休みだった。あー、でも動けないやついるからな一人。動けなくなった。イワシだ、イワシ、イワシと試合後ミイラのようにしなびたノビにとってはいい休養日だ。あんな試合が毎試合続くとさすがに杉尾のテンションも持たない。ん、終わり。杉尾はスタジアムの整備に来た。確かに整備をした方が練習できないよこんな芝。外野の芝すごいことになってるもん。スタンドを見ると試合もないのに新ウルトラサポーター RX 会錦の姿が、あ、来てるんだ。
結構いるけどな。うん、シロ、今日試合ないよ。次よ、これからだぞ。俺たちの戦いはこれからだ。打ち切りみたいな言い方すんな。リアルな話をすると、続きは今作の評判次第だ。終わり？なるほど。いや、続き出てほしいの、面白い。まあ読んでるだけだったけど、俺こういう読むだけのゲームってやったことないんだけど、まあ今回どういうゲームかも分からなくて、まあ今年のね締めに、あれ？終わった？まあいっか。今年の締めになんかね、単発のゲームやりたいなと思ってて。ちょっと待って。もしもし、このまま終わったの？これで終わり？そんな終わり方？あら、そう。そう。で、締めなんかやりたいなと思って、なんかまあ今年にまつわることか、来年にね、まつわること、なんかやりたいなと思う時に、まあやっぱね、野球があったんで、同じ、あんまり野球見ないけど、来年サポーターになるかもしれないしね、俺もね。一応勉強しとくかということで、このゲーム選んでみました。まあ、ちょっとね、ちょっと話すと、まあ今年1年間、本当に、今年、去年はね、毎日365日ゲームアップしたんだけど、今年はね、週1休み、木曜日休みにしてもらって、画面戻したいな。戻るかな。戻らねえ。もう本当に戻らねえ。そうだね。で、まあ週1休みにさせてもらって、で、やっぱりね、そっちの方が、まあ出張とかも結構あったりとかしたから、取りだめとかもね、やっぱね、すると大変で、まあ今後もしばらく週1休みのパターンでやっていきたい、来年もねやっていきたいなと思ってはいるんだけど、であとね、ゲームとかもまあいろいろ好きなの適当にやらせてもらってるんですけど、これは変えずにね、いろんな楽しいことやっていきたいな、楽しいゲーム見つけたらやっていきたいなと思ってるので、なんか気づいたこととかあれば、やってほしいものとかあれば言ってもらえれば、まあちょっとやれるかどうかはちょっとわからないんですけど、検討はしますので、ということで、まあ時間も時間なので、ちょっと締めたいと思います。いや、ほんと今年1年ありがとうございました。またね、来年もゲームやっていきますので、よろしくお願いします。じゃあ、今日のところはこれぐらいにしようと思います。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。